はい、こんにちは、ザ・グルーの翔太君と小太郎です。パピラン・パピロンです。ピンピンです。リョッタ・ベッチ。偏差値に全員あ、おいや俺こういうのやりたかった。グルー俺一人寂しいんだよ今。まあ、スワッググルーとね、ゲンゲンと、ジジラボ、まあ、リョータ君、この3つのね、チャンネルで、まあ、メンバーでワンワン回します。5人、ちょっと長くなるかもしれないですけど、5点マッチでやって、で、ビリの人、で、ビリの人、罰ゲームがあって、結構楽しい。なんか良すぎだよ。ということで、負けた1人は、まあ、全員 TikTok やってるんですけど、概要欄に貼っておきます。でその TikTok に負けたビリは1000いいね行くまで、1000いいね行くまで、もうそれ以外あげちゃうね。全然1000いいね。だからあのよくある TikTok のそれダンス系で1000いいね行くまで毎日あげなきゃいけないっていう。怖いなそれ。怖いよ。まあ、みんな TikTok やってて、まあ、ぼちぼち皆さんフォロワーいるんで、まあ、恥ずかしい姿をぜひチェックして、どうぞ。お願いします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 。ちょっと楽しい感じになります。お願いします。負けたくはないですよ。最初はグー、最後はポイ、はい、これショート。はい。オッケー。やばいよ、お前。マッチポイント。終わり。Nice.
ドープなクロちゃんをいたな暗黒面のクロちゃんいたなあれフォロワー増えるよこれで。これで。違うわ TikTok の方は。あんまり待ってるから。ただね今ね来て10分遅刻して2時間半。そうですね。そのね失態がやっぱ出るんだよ生活。なるほどね。なるほどね。ということでまあ概要欄に一応みんなの貼って見ますか。そうっすね。一応みんなの貼って。まあ一番上にじゃありょうたくんの TikTok あります。よかったら。りょうたくんの TikTok 見てあぜひいいねして。コメントしてザマーミロとコメントしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。アンチしか勝たんよ。